記憶が不十分なまま、あなたは遺言公開直後に急死した綾代昌司会長、綾代キクについての調査を進める。遺言公開には綾代幹事、春日あずさ、綾代次郎というキクの甥と姪が立ち会っていたようだが、その当日幹事の息子アキラが屋敷にいるところをお手伝いの茜が目撃したという。またあなたはキクの遺体が見つかった寝室の畳に焦げ跡があることに気づくが、善蔵や茜に心当たりはないようだ。第一発見者の茜はショックのせいか、常に何かに怯えるような素振りを見せる。Alright, let's get started. Travel to the living room.人を待たせるとは何事だ。またた。メモと鉛筆など、綾代昌司はわしと次郎に、ここにいるわ。 Okay, what do you want me to do? Let's see.わしと次郎さえいれば。 No, let's talk about his son. His son is Akira. だから、アキラは遺言公開のことなぞ。ああ、そうそう。言い忘れておったが、遺言書の作成には弁護士の神田。Candy. 神田。Alright. Let's talk about Candy.神田弁護士というのはどういう人なのですか？綾代昌司の顧問弁護士だ。会長から信頼されておった。わしらもよく相談に乗ってもらっている。もういいかね。わしは忙しいので失礼するぞ。Yeah, you told me this out in time. ご協力ありがとうございました。Let's check the notebook. I mean the notepad. Candy. So the advisor. Alright. Now let's talk to...はい。神田弁護士というのはどういう人なんですか？綾代家、そして綾代昌司の顧問弁護士です。菊様も信頼しておられました。幹事様がおっしゃった通り、遺言公開の場には神田様もいらっしゃいました。そういえばまだ神田様とは会っておられませんね。Let's see what new Kanda was present during her will. No, I never met him, so. Kanda 様は綾代家だからこそ、
取るなら自分。これユリさんや後継者の印についてもっと詳しく知り、まあ他にご存知な方といえば次郎様か、あずさ様ぐらいでしょう。あずさ様は間もなく戻られるはずです。それとユリ様のことでしたら村人の中にも知っている者がいると思いますが。あずさ様は今日も、善造さん、ありがとうございました。僕は村に。でしたら駅に足を運ばれてはいかがでしょう。駅を利用する村人がいるはずです。綺麗な人だったという噂ぐらいは聞いたことありますが。ん？どうしたんですか？あ、いや、なんでもないです。ここに立っていると、いろいろな噂が聞こえてくるんですよ。すみません。あ、なんじゃ。少しお話を聞かせていただけませんか。ああ、もしあんたが噂の探偵さんかい。いいよ、なんぞ聞きたいことがあるんじゃろ。はい、let me ask you about Candy。誰だい。そんなやつは知らねえで。Let me raise my mic volume. What about you? この村でも評判の美しい人じゃった。呪われた怪しろの家に咲いた一輪の花のような人じゃったの。Alright.じゃそりゃ、ひょっとしてたまに見かける柄の悪そうな男かの。怪しろ家について教えていただけませんか。あの家は呪われとるだよ。たくさんの人の恨みつらみで大きくなった家じゃからな。菊さんが殺されたって話もただの噂とは言い切れねえだ。恨みつらみで大きくなったか。他の村人もいい噂は聞かないと言っていたな。すべては満月の夜にわかるだ。
ししたほかに、駅の向こうに見える山は、場所はもう押し、なんじゃ。この村には綾代家にまつわる伝説があるそうですね。キクさんはの、満月の晩に墓から出てきなさるだ。きっとまた死人が出るに違えねえだよ。あんた早く帰った方がええぞ。あちこちつつき回っとるとキクさんが、あ、おお、恐ろしい。満月の夜、君の悪い話だな。綾代家には後継者の印と呼ばれるものがあるそうですが、何かご存知ですか？綾代家の後継者の印だと？そんなもの知らねえが、そりゃきっと何かとてつもなく恐ろしいもんにちげえねえ。死んだ人が蘇るだなんて、考えただけでもゾッとしますね。何か書かれているけど、なんじゃ。綾代ゆりさんのことなら熊田先生がよく知ってるようだで。熊田先生が、こんにちは。お、何の用じゃ。熊田先生はこの村の伝説はご存知ですか？ああ、もちろん知っとる。村の連中から聞いてきたんじゃろ。連中は信じきっておるようじゃが、医者のわしからすれば伝説は伝説に過ぎんとしか言えんな。お、先生、どうしたんです？ほら、ほら、なんか染めちゃって。な、なんでもないんじゃ。Nah, there's something more. Something more going on there.I just talk about candy. 綾代家の顧問弁護士じゃな。一度も会ったことはないがな。
綾代家の後継者の印のことか。話には聞いたことがあるがな、どんなもんかは知らんな。アキラという人をご存知ですか。聞いたことがないな。じゃな、キクさんのところに時々来とった遊び人風の男のことじゃろうか。先生、もしかしてユリさんのことを。何を言うとるか。ユリさんのことなら原神に聞いてくれ。さっさと行かんか。年が今なく照れちゃって。はよ行けというのに。お邪魔しました。ほらさっさと行け。あんたか、どうされた。こんにちは、お聞きしたいことがあって来ました。本当にもう一度聞きたいのか。あ、いえ、林野家に代々伝わる大切なものらしいの。しかしそれがどんな代物なのかまでわしは知らんのじゃ。Let's ask about candor first. ああ、林代商事の顧問弁護士じゃな。キクさんも信頼しておったようじゃ。林代ゆりさんについて何かご存知でしょうか。うん、その名に行き着いたか。よかろう、話して信ぜよ。バル、ゆりはキクさんの一人娘じゃ。いや、we already know that。 今は行方不明と聞いていますが。うん、ゆりはな、20年前この村へ仕事でやってきた青年と知り合ったんじゃ。二人はやがて愛し合うようになったんじゃ。じゃが、キクさんの旦那が二人の仲を猛反対したんじゃ。So she ran away? 身分が違うとな。しかし、ユリの決心は固く、ついに駆け落ちしてしもうたんじゃよ。そうだったんですか。そんな事情が。それでもユリは一人娘じゃからの。キクさんは後継者の証を持たせたようじゃが、二人が今どこでどうしているのかはわからん。幸せに暮らしておるといいんじゃがな。10年前に駆け落ちしたきり行方が知れんのじゃ。ああ、怪しい。キ
菊さんとは昔から随分親しくさせてもらっとった、うん、村の人たちは綾代家に良くない印象を持っているようですね。うん、確かにな。菊さんの旦那はかなりアコギな商売をしとったようじゃが、それももう遠い昔の話じゃよ。アキラという人をご存知？菊さんはそのアキラという男を孫のように思っとったようじゃの。ところがアキラの方はキクさんを小遣いをくれるばあさんぐらいにしか思っておらんかったらしい。それを知っていても孫のいないキクさんにとってアキラは可愛かったんじゃろ。わしから話せるのはこのぐらいじゃ。ありがとうございました。なんじゃ。ユリさんのことなら。駅の向こうに見える山は。なんじゃ、まだ何かある。綾代家の顧問、聞いたことがないな。ユリさんはとても美しい人だったんじゃ。ユリさんはと話には聞いたこと。今まで話し、わあ、そういえば、あずさが今日も来とったぞ。薬だけ持ってさっき帰ったとこじゃ。今頃は屋敷におるじゃろ。あずささんはここに来ていたのか。善蔵さんももうすぐ戻ると言っていたの。お帰りなさいませ。あずさ様がたった今お帰りになりました。今にいらっしゃいます。ありがとうございます。遺言公開後、よくいらっしゃるようになりました。前にお話、私何も知りません。お願いです。お願いです。あら、探偵さん、私に何か？
お聞きしたいことがあるんです。お時間をいただけますか。仕方ないわね、少しだけよ。菊おば様の発言権は綾代商事でも絶対的だったよね。もう幹事兄さんから聞いたんでしょ喉が痛いんだから余計なことを喋らせないでよ。アキラさんについて何かご存知ですか。ああ、兄さんのドラ息子ね。遺言公開の日もこっちで会ったけど、そういえばその時アキラは誰かとこそこそ会っていたようね。え、一体誰と。それはご自分でお調べになれば、探偵さん。ああ、次郎についてなら探偵さんの興味を引きそうなことがあるわ。おば様が亡くなって一番困ったことになったのは次郎じゃないかしら。それはどういう意味ですか。社長の幹事兄さんと専務の次郎はね、会社の中で激しく対立してたのよ。今まではおば様がいたから幹事兄さんも綾代商事を思い通りにできなかったけど、今はもう兄さんの望むままね。幹事兄さんがいる限り専務の次郎は会社の中で小さくなってなきゃならなくなったのよ。幹事さんと次郎さんにはそんな確執が。この家の顧問弁護士でしょ。頭は切れるらしいわね会社の相談役にもなっているようだけど。こっちが聞きたいくらいよ。だいたいあなた探偵でしょ。こんなとこでグズグズしてないでゆりさんでも探してらっしゃいよ。ゆりさんが見つからなければ遺産の分配ができない、それでイライラしてるんだろうか。幹事兄さんにとっておば様の個人財産なんてどうでもいいんじゃないかしらそれよりも綾代商事を自由にできることの方がよほど魅力的なことに違いないわ。ユリさんが現れないことを心の中で願っているんじゃない。何よ、それともやっぱり私たちを疑ってるの。あなた本当に探偵。はい。神楽寺の源信さんに聞きました。ゆりさんは
恋人と駆け落ちしてしまったんですね。はい、旦那様がお二人の仲を決して許そうとせず、結果家を飛び出してしまわれました。それでもユリ様は菊様の一人娘です。当家の後継者となられるのはやはりユリ様だと考えられるのではないかと。前にお話したことぐらいで。ああ、そうでした。茜に確認をしたのですが、あの日、明様は…何やら大きな荷物を持って、屋敷の裏にある土蔵のあたりでうろついていらっしゃったそうなのです。何をなさっておられたのやら。土蔵？大きな荷物。土蔵は屋敷の裏にございます。高価な骨董品がたくさん保管してありますので、入り口には鍵がかかっております。何なの？いきなり何よ。それがどうしたっていうの？おば様の発言権は綾代商事で。知らないわよ、そんなもの。私には関係ないわ。喉が痛いんだからあんまり喋らせないでよ。お忙しい方ですから。お忙しい方ですから、こんな。高価な骨董品が。前に。お願いです。灰皿は気の強そうな。Thank you.
ばさまが亡くなって。遺言公開の日、アキラは誰か。もう幹事兄さんから聞いたんでしょ喉が痛いんだから余計なことを喋らせないでよ。はい。遺言通り、ユリ様がこの家を継いでくだされば。しかし、どちらにいらっしゃるのやら。神田弁護士について、詳しく教えていただけませんか。立派な方です。菊様が亡くなられた時、私の話を親身になって聞いてくださいました。では一度探偵に調査を頼んでみてはどうかということで、有名な宇津木探偵事務所の優秀な探偵のあなた様を教えてくださったのですよ。え、そうだったんですか。お会いしたいということでしたら、まずはお電話されてはいかがでしょう。神田様の事務所の電話番号は米16の短縮ダイヤルです。時間じゃ無理ないか。神田様の事務所の電話番。前にお話したこと、そういえば村人からユリ様の話は聞けましたか。ええ、いろいろと。他にも様々な噂が飛び交っているようですね。気味の悪いことも噂しておりましたでしょう。ああ、満月の晩に菊さんが蘇るという気味の悪い話ですね。村人たちがいい加減なことを言って勝手に騒いでるだけでございます。そういえば今夜あたりがちょうど満月ですね。満月か。そろそろ戻らないと事務所に着くのが夜中になってしまう。あゆみちゃんを心配させるといけないし、帰ろう。ありがとうございました。今日はこれでおいとまします。さようでございますか。それでは道中お気をつけて。失礼します。おかえりなさい。ずいぶん遅かったわね。私もたった今帰ったところなの。こんな遅くまで調査をしていたのかい。お互い様でしょ。それで綾代商事のことだけどね、絶対的な発言権を持っていた菊が亡くなったことで綾代商事は大変みたいよ。それというのも、実は社長と専務の対立にとうとう火がついちゃったらしいの。なんだって。
今のところは社長の幹事が立場的にかなり有利なようだけど、専務の次郎だって黙ってないから、二人の対立はこれからますます激しくなっていくんじゃないかしら。幹事にとって新しい目の上のたんこぶってわけね。なるほど、ありがとう。すごく参考になったよ。そうなら頑張った甲斐があったわ。それじゃあ今日分かったことを整理して推理してみよう。どうしたの？そんなに見つめられたら恥ずかしいじゃない。まず幹事だが、菊が死んだことで事実上綾代商事の実権を握ったことになる。一方の次郎は会社での立場が悪くなってしまった。金に困っていたあずさには菊の遺産が転がり込むことになった。そしてあの遺言書に書かれていたユリという行方不明の人物には会長菊の全ての権利がそっくりそのまま譲られるわけだ。それともう一つ、アキラは土蔵のそばで一体何を。だんだん綾代家や綾代商事内部の事情が明らかになってきたわね。でも調査を依頼された菊の死の真相には近づけていないな。焦っちゃダメよ、私も協力するわ。じっくり進めていきましょう。ありがとう。とはいえ今夜はもう遅いから、調査の続きはまた明日にしましょう。私も綾代商事に関して他に情報がないか探ってみるわね。そうだ、明日は天地さんに会ってみようかな。天地さんの部屋を出てから連絡もしてないし、心配させているかもしれない。The first murder. Seems like seem to be popping off already. おはよう。今日もすぐに明神村に向かうの？綾代家に行こうか、その前に天地さんに会っておこうか迷ってるんだ。あれっきり天地さんに連絡もしていないし。そう、わかったわ。私も昨日言った通り、綾代商事に関して他に情報がないか探ってみるわね。ああ、気をつけて。あなたもね。うなかみのか。どうしたの？そんなに見つめられたら。天地さん、僕です。ああ、君か。待って、今ドアを開けるよ。失礼します。くつろいでおられるところすみません。いや、テレビを見ていただけだよ。ゆっくりしていけばいいさ。そういえば、あれから何か進展はあったかい？それなんですが、天地さん、僕はどうも
綾代家の調査のために明神村へ行っていたようなんです。そうだったのか。だから君はあんなところに行っていたわけだ。それじゃあ、あの崖へ何をしに行ったのか思い出したのかい？そこまではわからないんです。あの綾代家の調査を依頼されているなんて、君は相当優秀な探偵なんだね。よみがえりの伝説？なかなか面白そうな話だね。村の人たちの間では単なる伝説ではなく、今でも信じられていることのようですが。いや、さすがにそれはないだろう。面白そうな話だけどね。すまん、だが直感だがね、君の事故とその人は何か関係があるんじゃないかな。いやいや、素人の推理だから気にしないでくれよ。つまらないことを言っちゃったかな。You might be onto something.You might be on to something right there. すまないが、そういう人は知らないな。だが、直感だがね、君の事故とその人は何か関係があるんじゃないかな。いやいや、素人の推理だから気にしない。力になれることがあるかもしれないから、いつでもおいで。相談に乗るよ。聞きたいことがあるから。そういえば綾代商事は社長がかねてから強く希望していた新事業へ進出することになったそうだよ。会長の菊さんの反対でずっと延期されていて、今年がその期限だったとも新聞に書かれていたよ。思えば会長が亡くなったのは社長にとって随分都合のいいことみたいだね。Wow, that is some very useful information. So whoever killed her.それでは今日は。おや、速報だ。事件が起きたようだな。綾代商事社長の綾代寛治氏58歳が明神村の元会長宅で何者かによって殺害された模様です。なんだって、幹事さんが殺された？とにかく急ぎたまえ。はい、失礼します。どうぞ。周りは警察関係者だらけだ。
物々しい雰囲気に包まれている。全然さんと話している。なんだい君は。関係者以外は立ち入り禁止だよ。すみません、宇津井探偵事務所のものですが、中に入れてもらえませんか。え、君が宇津井さんのところの。ここを調査中の探偵って君のことだったのか。ま、そういうことであれば中に入って構わないよ。土蔵の中に入ってもいいんですね。本当は良くないが、宇津木さんのところの探偵なら特別だ。深夜事件の詳しいことは中にいる鑑識に聞いてくれ。善蔵さんは大丈夫でしたか。こんなことが起こってしまって。善蔵って、ああ、執事さんか。確かにショックだったようだが、受け答えはしっかりしていたよ。今は刑事が事情を聞いているから話すなら後にしてくれ。今善蔵さんはご遺体の近くまで。死体や周りのものには絶対に手を触れないでくれよ。手に入ってきちゃ困るよ。すみません、許可はいただいています。僕は宇津木探偵事務所の者です。君が。わかった、現場は荒らさないようにしてくれよ。鍵が落ちている。どこの鍵だろう。写真を撮り続けている。随分深々と刺さった。こうなるにはかなりの力が必要だね。ナイフで胸を一突き、即死だろうね。傷は心臓まで達しているよ。昨晩の10時から11時までの間だろう。執事の証言とはちょっと食い違うんだがね。善蔵さんの証言、ご遺体の状況から何か分かりますか。そう
だな。ほとんど争うこともなく、いきなり正面から刺されたようだ。こういう状況は身内による犯行の時よく見られるね。手に触るんじゃない。指紋がつくじゃないか。あ、すいません。この後、鍵は鑑識に回され、警官が鍵を善蔵さんに見せたところ、この土蔵の鍵だと判明した。は少ないようだ。ナイフが刺さったままだからかな。綾代家の人たちに話を聞いてくれて構わんよ。発見者はここの執事だそうだ。土蔵の奥に血に染まった綾代幹事の遺体がある。幹事様がなぜこのような恐ろしいことに。それは分かりません。ただこれは何かの始まりに過ぎない。そう思えてならないんです。そんな